湖畔この夏よんどころない事情があって箱根芦ノ湖畔三井の別荘で貴様の母を手にかけ即日東京検事局に辞訴して出た審理の結果精神向上と鑑定不論罪の判決で放免されたが その後1ヶ月も経たぬうちに端なくもまた刑の適用を受けねばならぬことになったこれは普通に秩序罪といわれるもので最悪の場合でも2年くらいの懲役で済むからこの度もいち早く自首して刑の軽減を図るのが死闘であろうとも今や自由に対する列々たる執着があり一日といえども霊語の中で生じするに耐えられぬから 思い切って失踪することにしたいずれ貴様も了解することと思うが俺の40年の人生はあたかも旧道徳と封建思想の範囲内を奉公する遺伝症性クロノメートルの指針のごときもので自己一心のほか何者をも愛さず治療せず対面をつくろうことばかりに救急する軽薄旋風な生活を続けていた。 最近図らざる一夫人の誠実に横着し俺の過去はあまりにも虚偽に満ちていたことを悟り新生面を打開しようと決意したが俺は白紙弱光の徒で実社会に身を置く限り飲酒に心を煩わされて到底事故に死になることができぬと思うから一切の因縁を断ち切って無責巡視の人間となり三害骨敷の境外で 上位の赴くままに実技無造の余生を送る所存なのである失踪といい殉死とは言っても俺のような身分の者に対しては簡単に事を済ましてくれぬ事後思わぬ患いが引き起こって貴様に類を及ぼしてはならぬから適当な時期に死亡の認定が得られるようその方の処置もしておいた俗見の傀儡同様だった俺の半生を風刺し 俺を悲運に沈黙させた希少な気質に報復するのにこれこそは格好な方法だと思ったのみならずそれによって貴様は7年の失踪期間を待たずに家督を相続することができ俺は速やかに社会から忘客せられる便利があるからである俺は実質証書で松尾春道を後見人に指定し 墓参人を重慶慎次郎に移植しておいたどちらも連直親切な人物だからそれらの庇護によって砂鉄なく定年に達するものと思う二歳にもならぬ幼少の貴様を捨て去るのは情において忍びるがこれもやむを得ぬ俺と上人の新生活内には何者も介在することを許さぬただし 捨て去るために貴様を生んだのではない貴様は母の愛とホープによって出生したそれらの事情はすべてその後に生じたのである俺は子に対する父の礼儀としてこうなるまでの事情を司祭に書きつけておく俺は慶応二年正月 奥平正隆の跡継ぎとして長坂松山城内で生まれた廃藩治験後は東京市ヶ谷の上屋敷に移り厳格な封建的指礼の中で育った貴様の祖父は文久元年の建合施設に加わって逃亡したが在英中英国の大貴族と交際して修俗に浸水しこの俺を 英国流の剛腕不屈な貴族に仕立てようというアンビッションを起こしたものと見え7歳の春からデニソンについて英語と西洋零式を学ばせた父自身が勉強の監視人で毎日12時まで俺を書記の前に引き据え少しでも桁体の色が見えると闘争を持って威嚇するという具合だったから俺の少年時代は君子戦ばかりのクソ心痛のうちに過ぎた 生まれつき濃く奮隷するような気質は持ち合わしておらずこの世に机にかじりつくくらいいとわしいことはなかったが父の怒りを避けるためにもっぱら高額の封を装いただもう遠ざを断としていた何事も上っ面だけをつづくりいい加減につじつまを合わして済ましておくという不誠実な政情はすでにこのころに養われたのである父は傲慢時代 極端な貴族主義者で口を開けば新政府と新家族を罵り旧大名中の豪の者と言われて独特としていた明治18年の春「先民政府」というパンフレットを旧大名に反布したため政府残暴の角で梶橋監獄につながれたが出国後は交流中に発病した炎症痛風に悩みかんを募らせて野蛮に近い振る舞いをするようになり 乾燥するものがあると激しく、争って皆出入りを禁じてしまった。そのわき、ある日父は俺を寝間へ呼びつけいかにも苦々しい。口調で。貴様はイギリスへ行け。何を学ぼうと勝手だが、それを役立ててはならん。と、いきなりに申し渡した。その気があるなら。 生涯あちらによっても差し支えない俺が死んだからとて帰国するには及ばん貴様の行く末が切りかかって目をつむれぬなんてのはまあ俺にはないことだというなりくるりと向こうへ向き返ってしまった父は貴族政治を無造し 俺をその方のの方大立物にするつもりだだったのだが、実現しそうもないのを悟ってこんな時期的な処分を思いついたのだろう俺とても父を愛しておらぬし窮屈な父の膝元から解放されるのは何にも増してありがたかったから早速外遊の支度に取りかかりその年の12月横浜海岸の沿線メレー号に便乗して早々に日本を離れた。 翌年1月英国に到着最初ウォールミンスターのグランマースクールに入りその後ロンドンのユニバーシティカレッジの崩壊へ移った遊ぶにしてもそれくらいのところに席を置かなくては幅が利かぬと思ったまでで勉強する気などは毛頭ない英国にはうるさい父も親類もおらず巾着をてらうこともいらないから大きに羽を伸ばし よからぬ貴族の指定と交わって放ら無残な生活を送っていたいずれ写真ぐらいは見るだろうが俺は父によく似た見解な要望を持っているボーボーとした眉毛の下に猜疑心の強い陰気に光る目があり鼻はわしのくちばしのように傲慢に折れ曲がり薄い唇は告白無情に固く引き結ばれている俺は このたけたけしい面相と陰鬱な態度が相手をいませ不快にすることを子供の時からよく知っていた事実父も母も祖母も露骨に俺を意味嫌い冷淡邪険に扱った俺の記憶にある限りではただの一度も愛としらしい言葉をかけられたこともなかったから俺は もう生涯誰からも愛されることはないのだと断じ込みはかない諦めを抱いてうつうつとしていたそれにしても俺はどんなに人に愛されたいと思ったか知れぬもしそのような相手に行き合ったらその人のためにいつでも命を捨てようと二六時中心のうちで誓っていた十二三歳の頃のことであるその後 幾度か人を愛したことがあったが俺の心は自信を失って萎縮しているものだから他人に愛の証拠を求める前にまず失望した時の儚さを考え殊更に不愛想を装って自分から身を引いてしまうのだ外国へ行ってからはいよいよ鬱屈して猜疑心が強くなり思い切った粗暴な振る舞いをするものだから嫌い恐れる人間はあっても 俺を愛するものはなく、追唱して利益を得ようとするやつはいるが心を打ち明ける真の盟友はない有り余る財産とオノレーブルを抱きながら司会のごとき作前たる孤独生活を送っていた俺の宝刀も筆胸臆病のせいなので純潔な恋を求めて失望するのが恐ろしくて金銭で買った娼婦ないしの類なら 初めっから期待もしないから、だまされても腹が立たず、俺にとってはその方が安心だったから、それで満たされぬ心をごまかしていたのにすぎぬ。俺は、人一倍求愛の心が強いので、報答も一倍と激しく、陰一ぶりは我ながら目を覆いたいほどだった。期待せぬと言いつつ、勝負の心の中に真実を追い求めて、 日夜教本していたのにそういないそんなふうにしてなすこともなく14年の年月を暮らしてしまった千年父も死に英国の生活も鼻についてきたのでその年の冬パリに移ってパッシーというところに住んでいたが間もなくある婦人のことでフランス国の陸軍士官と決闘せねばならぬ羽目になった その席に俺だけしかいなかったら陳謝愛想して勘弁してもらったところだが折りやしく向かいのテーブルに講師官の鈴木という初期生がいたので持ち前の拒職心から心中生きた気持ちもないのに堂々と承諾してしまった決闘は翌日ロンシャンというところで行われたまず相手方から打ち出したがその際俺は 強打な異不審に襲われ思わず頭を右に傾けたので飛来した弾丸は右のこめかみと自覚を破壊し首と肩の間に貫入した頭さえ曲げなかったら横瓶をかすめるくらいのところで済んでいたはずでいわばこれは卑怯の報いともいうべきものであったその場から病院へ担ぎ込まれ時をうつさずに止血の手当てを加えたので 危うく命だけは助かったがそのために俺は実に異様な面相になってしまったテラテラに剥げた赤黒いハンコンが右の目尻からこめかみ一体にうきしその上に七八本の毛がまばらに生えている右の目は裂相の縫合のために恐ろしいまでにつり上がり右の自覚がなくなってそこに星貝のような格好をしたものが 申し訳のようにくっついていてる俺は極端な拒食家で己の不幸な面相をいくらかでも改正したいと思い日や養子を整えることばかりに不審していたのだからこの不詳は俺にとって耐えられぬいたごとだった半年ほどの間に一体いくつ鏡を投げ打って壊したかもしれぬ果たせるかな人々は 俺の醜悪な面相を恐れ意味様々に嘲笑するのが感じられるものだからわずかに奇襲を支え赤猟を慰めていた自己心までも残りなく崩壊し尽くし恋愛は愚か他人の神話愛犬を全く期待せぬようになり顔を見られるのをいとって毎日家に閉じこもっていたのみならずそれ以来猛格に悩まされ 白昼幻を見るような不安な容体になったので本意ではなかったが一旦帰国することにし11月の末マルセイユから船に乗った航海中一時解放に向いたがインド洋の初期にやられて洗脳状態に陥り横浜入港と同時に手足を縛って農病院に送り込むという強靭同様の取り扱いを受けた当初の手当が不完全だったので 早速再切開することになり大学病院に移ってそこで手術を受けた当時社会一般の主張は自由主義の傾向を帯びその勢いどるべからざるものがあった俺はそれに反抗して貴族の権威あるところを知らせてくれようと思ったもんだから入院過料中家族判定論草案という一文を奏し報復的に時事新報に投じたところ これが予想以上に好評を博し決闘のことまでが古代に喧伝され俺の負傷は日本の名誉のために戦った武勇豪旗の表彰だということになった伊豆んぞ知らん顔の創意は他人の女に手を出してしくじった記念で刑罰の一文はソールズベリー卿の論文をそっくりそのまま借用したものにすぎぬ俺は図に乗り 英人の論説を漂説解散して次々新聞紙上に発表したがいずれも非情な反響を呼び起こし臆病と無識の権下のようなこの俺は見解不起の家族論客として日に日に名声を高めることになった手術後片頭痛は大いに警戒したが毎年晩春初夏の功になると決まって再発する風なので35年の初夏 脳病に効くということを聞いて箱根の底蔵へ投じに行ったあたかも6月の下旬で窓によって眺めると艦艇の樹木はうっそうと新緑をたたみ前面の障害から数畳の小滝が落ちその下に有用たる彗星がある俺は脳艇に総会を覚え開かずに眺め入っていると崖の狭まったところにかけた目標を 一人の少女が渡ってきた。木八条の合わせに皮膚を羽織り髪に大型のバラの花かんざしをさしている温泉場には血と堅苦しく上品に見えるものだから気を取られて眺めていると少女は顔を上げて俺と視線が合うや否や頬を染めて腰をかがめ一遊するなりそこそこに宿の中庭へ入っていった年の頃は18区で顔色は くっきりと白い中に桃の花のような赤みを帯び眉は少し濃い方でその間が狭まっていかにも霊りそうに見える唇はきっと力みがあり高い鼻にまたがったまつげの濃い大きな目はその中から今にも黒い瞳があふれ出すかと思われるほどだったためなが式の地方じみた美人層ではなくとが遠隷なうちに微妙な異様を含み 教養ある欧州のレジーに比して少しも遜色がない世にラブ・オブ・ファースト・サイトということがあるシェイクスピーアの偽作ローミオ・ジュリエット」の中にも一目見て恋の成立する場合を証明している俺がその少女を見た時の感情はあたかもそれに相当すると思われる惚れたというだけでは足りない正直に言えば その瞬間から疲れたようになってしまった。類いのない少女の美容にもよるが、それが恐れる色も意味嫌う様子もなく、親しげに俺に挨拶するのを見て、例えようのない輸鬱の情に打たれ、古食渇望した俺の心に、わずかな希望が燃え出したものだから、それやこれやで、一層忘れがたくなったのだ。以来、その容姿が目から離れない。 面影は無比の間にも忘れられずもう一度姿を見たいと思う感情を止めることができない中年の処理としては不面目極まるが終日窓によって端の方ばかり眺めていた4日ほど過ぎたが少女は姿を見せない俺の心は失しているものだから目を楽しませてくれたそこくらの景色も今は味気なく完全に勝率する見外も 頭を圧するように思われて不快でならない少し散策でもしようと友も釣もれずに宿を出小涌谷から六道地獄へ抜けそこから芦ノ湖の方へ登っていった天気晴朗で運営なく紺碧の湖は古鏡のように澄み渡りその表に箱根三国の水卵が投影している 俺は久しぶりに運動したので心身の調達を覚え湖畔の石に腰をかけて浮ヶ島の方を眺めていると一層のボートが湖上を総浴してきた白の洋装で髪をお下げにし情の長い時色のリボンをひらめかしながら力走を続けているのは孫をかたなくかの少女であった俺は 己の目で見る実験を己で信じかねるような気持ちでぼうぜんと注視しているうちにボートはだんだんこっちへやってくるような様子だから震え上がって逃げ出そうとしていると少女は俺のいるのを見て丁寧に会釈し,ゃくし急に船首を回して岸にボートをつけたそうしてよどまぬまなざしで俺の顔を見つめ愛らしく首をかしげながら「お乗りになりませんか?」 人懐っこく誘いかけたその挙動がどれほど清楚な情緒に満ちどれほど優美な感情にあふれていたかとても描き写すことができぬ活発だが決して出すぎたというのでなく無邪気に人懐っこいのでただもう己の愉快を俺にも分け与えたいというふうだった俺は気鬱の情で飛び立つような思いをしていたが 本意を見抜かれるのを恥「サンキュー」と言ったきり腰も上げなかった心中の苦問は非情なもので俺の不愛想な仕草が少女を怒らせこのままこぎ去ってしまったらどうしようと足ずりせんばかりに苛立っていた少女はあどけなく目を見張り「あらお嫌ですのお乗り遊ばせよ実にどうも」 大変に愉快ですわ。と言いながらエクボの入ったしなやかな手を俺の方へ差し伸べた俺は今にも泣きださんばかりだったが「そうかそれほどに言うならば」といかにもめんどくさそうにボートに乗り移った少女は体をよじって向かい合う席に俺をかけさせ「もうちょっと私がこぎますから」 疲れたら変わってちょうだいなと言いながら鮮やかな手つきでオールを操り出した俺は苦みのある微笑を漏らしながら「うんそうか俺に焦がせるつもりでそれで乗せたのだな」と言うと少女は愛らしくうなずいて「ええそうそのつもりでしたのよ」「仏ヶ崎の方まで行きたいんですけど」 とてもあそこまでこまでげせんもの。と、投げに言い放つのである少女はオールを操りながら父のこと母のことまた女学校のことなどをひっきりなしに話して聞かせこの間のテニス大会はどれほど面白い景況だったかと思才に物語るうちに自然にオールを休め体をいろいろに動かしてその勝負を見るごとくに演じるのだった。 活発なうちにも上品さを失わず間近にあると美質は一層発揮され俺の目にはほとんど照り輝くばかりに見える俺はさながら夢の中の人のように恍惚とその顔を眺め無心にその声に耳を傾けるのみであった少女は俺の顔を見て含み笑いをしていたがあなたは伯爵なんですってね 長らく外国へ行ってらしてそして大変な学者でいらっしゃるってと言った俺は定列臆病の一面傲慢なところのある男で剣営門伐が非常な誇りだったからこの質問が至極俺を喜ばしたが殊更雑白にうんそうだ嗅兵な大名のせがれよそれを誰から聞いた と尋ねると少女はええ宿で皆が評判していますもの嫌でも耳に入りますわと答えまた唐突に口を開いてあなたのお顔のけがはどうなすったのと問いかけた俺にとって顔のことを言われるほど不快なことはない思わず厳しく眉をひそめてなぜだ なぜそんなことを聞くとなじるように決めつけたが少女は俺の語気に気づかぬふうで「宿では戦争でおうけなさった負傷だろうと言ってますわ家族様が戦争に行って弾丸に当たるというのは大したことだと言っていましたよ」と改めてしげしげと俺の顔を眺めた。子供らしい好奇心から、しいか たただただ事実のところを聞き知りたいというので俺の顔を見ながら一心に返事を待っている俺はとっさになんと答えようもなく「さようさ異界へ放題の攻撃で敵の砲弾にやられたのだ醜いがよっぽど怖らしいだろう」と冗談にしてはぐらかすと少女は気を入れた真顔で「 恐ろしいことなどありますものか凛りりしくてお立派にさえ見えますわと子細らしくうなずいてみせた少女は俺の面相を別に何だとも思ってはおらぬ俺にとっては実に妨害なことで久しい間心の中にわだかまっていたうっかいがいっときに腫れ上がるような気がした生涯を通じて この時ほど天空快活な思いをしたことがない率直な男だったら少女の手を取って押しいただいたこったろうが何しろ因果な貴重なもんだからむしろ独々しい口調でなかなか親切なことを言うな「ほんお前は随分と愛想のいい方だ」とねじくれたことを言ったどれほど素直に育ったものか そうまで業態する俺を鬱陶しいとも思わずそれからは毎日のように俺の部屋へ遊びに来る中庭から声をかけて散歩に誘い出す遊戯をするおいおいに真実して俺の部屋で食事をするようになったこれまでは物置ばかり感じていた世の中がにわかに面白くなり出会おうとも思わなかった愉快のために頭までさえざえとしいっそのこと この少女を家ににに入れて妻にしたた。らと考えるようになった少女は横浜の木糸仲買人の二女で寿といい当時18歳で桜井女学校の4年になっていた俺の居職心は別として仮にも軍釈を身につけている以上それに伴う格式というものもあり気に入ったからといっていきなりなこともできにくいが溺愛の新家族の中には 上がりに高知ち着を着せ大きな顔で北の方に据えている者も,もいるそれに比べるとよほど筋が通っている寿恵の父は勇兵な証拠根性の者ので俺の前へ出ると容易に顔も上げぬというふうだからけん制の及ぶところを示せばいなやはあるまいその方はいいとして求婚する前に寿恵が俺を愛しているという確かな心を知りたく 質問が喉元まで出かかるのだが万一跳ねられでもしたらそれこそ不面目だから有無を言わさずに妻にした方が無難だと考え本心を打ち明けるようなこともせず故意に不愛想な顔をして寿恵に対していた翌36年の6月盛大な結婚式を挙げて寿恵は妻になったこれが貴様の母である結婚の記念に 初めて寿と会った箱根三井氏の湖畔に別荘を新築しこれに少々邸と名を付けた最初は相々邸とするつもりで天額まで掘らせたが他人が笑うだろうと思ってやめにした新築早々箱根へ出かけ2か月ほど水入らずに暮らしていたが妻になってから末は一層活発なそぶりを見せるようになり無邪気な遊び事を考え出しては 一日中子供のように跳ね回って遊んでいた俺はただの一度も処女と交わったことがなかった過去に引っ張り合ったものは皆勝負ないしの類ばかりだったから神聖の淑女というものはどれほど真実で愛情の深いものか一向にご存じなく心の深いところなどは到底見抜くことができなかった後になって思うと 末のそうした振る舞いは、陰気な俺の気持ちを、いくらかでもにぎわしてやりたいという純真な試みだったのだが、俺はそれを、育ちの悪いゲスな所業だと解釈し、同族の誰彼がこんなところを見たら、何と言うだろうと心配したものだから、厳重に起立して、家族の妻たるにふさわしい女に作り上げようと決心し、市ヶ谷の本邸に帰るなり、式部寮のパーマー城に英語と西洋霊式を。 他にピアノと乗馬を学ばせ、観衆には俺自身が自らこれに当たった。末は物事を思い詰める一本気なところがあるので、上流社会に出ても引けを取らぬ貴婦人になってくれようと覚悟したものとみえ、定められた時間では満足せず、書机に向かって世を徹するのが毎日なので、生き生きと赤かった頬の色は次第に青ざめ、平素の活発さが失われて極端な無口になり、 時々しょんぼりと机の前に座ってため息を漏らしているのを見かけるようになったいわば注文どおりの女になったわけである俺はすでに溺愛しほんのちょっとの間もそばから話したくないほどに思っていたが例の酒けがたい犀心から筆胸をこの女も栄食と牽制に憧れて嫁いったのであろうという疑念を取り去ることができずそれに 持ち前の卑屈な根性で自分の愛情を露骨に示すことがなんとなく重はゆく思われるもんだから憲兵に任せて粗暴放らな振る舞いをし時には訳もなく手を挙げて打つようなことすらあったまた俺は生まれつき色欲の旺盛な方だったがつえに軽薄されたくないというので勤めてかよく潔癖をてらい夫婦らしい夜を過ごすのは月に一度か二度 それも、もな義務ででもあるよううに、雑白に雑済ままししてしまうのが常だった。当時日露の風雲は甚だ急迫し9月にはロシア公使ローゼンと小村前県の会見などあり日露の開戦は避けられぬところと思ったから自流を察してまたもや虚偽の名声を博してくれようと思い河野などの大路同志会に呼応し渦中会に率先して開戦論を唱え 心にもなき奔走にねじつなく家庭に尻を落ち着ける暇もないほどに走り回っていたその年の11月末が解任した俺は末の地上の成熟を願うかたわらいつまでも若く美しくしておきたい希望があり子供が生まれて末の愛情がそっちへ移るのを恐れたのでその頃最新の学説だったヨハン・メンデルの遺伝法則の理を解き 貴様の教養が出来上がらぬうちは絶対に獅子を生むことはならぬと規定し愛想嘆願に耳も貸さず厳重に打退することを命じたがこの計画は民ごと失敗し末の肉体を弱らせただけで終わり翌年7月9ヶ月の創生で男子を分娩したこれが貴様である寿は健康を損じて悪性の貧血に悩まされ 一日幾度となくめまい卒頭するふうなので9月末、予後療養のため看護婦と3、4名の家痢を付き添わせて箱根の別荘へ送ったが開戦以来、俺は家族会館に十平会の事務所を置き、もっぱらその事務に沈水していたので勢い、末を見舞うこともなく翌38年の6月までの間にたった2度ほど行ったきりだった。6月10日。 十平会の要件で小田原の知人を訪ねた帰り急に箱根へ行ってみようと思い立って三枚橋でワン車を雇った途中を急がせ8時頃別荘の裏手に到着し湖畔のしおり戸から飛び石図体に母屋の方へ行くと庭に向いた日本座敷に高校とランプが灯されて大勢の人声がする植え込みをすかして眺めるとかねて見知り越しの響という女流分子 ゆげという二六法の田んぼを詩人の北村などの大一座がげすばった掛け声をかけながら花合わせをしており食い荒らした鉢物やらとっくりやらところも背に置き散らした中に下んな面構えの男女が5人ほどゴロゴロ寝っ転がっている寿はと見るとやっつけの側髪結びにだらしなく羽織を引っ掛け萩をけださんばかりのしどけない立ち膝で縁の柱にもたれ 月金を抱えて俗曲か何かを歌っていたあまりにも思いがけない光景なので我を忘れて見ていると狐のような表をした書生がむっくりと起き上がった諸君は文芸界に掲載された双葉亭の4人共賛団を読んだろうかというようなことを言ったそばの一人が手を振りながら評論はよせ酒が吸えら と決めつけると九段の書生は肩をゆすってせせら笑い「早がてんすべからず双葉亭の趣向をもっともじれや我が箱根共産団の擬策ができるってことなんさ吾が輩寝っ転がってつらつら考えるところ彼の豪胆なる霧じゃあかに当たるのはなんと言っても響き女子さね。 空手でやろうのそうまくりなんてのはあっぱれあっぱれなかんづく北村大臣などときては響は左手に花札をつかんだままそっちへ振り返ってあれ岡焼孤児がまた妙なことを言っていますよ人をバカに推しでない縁にいる末の方へ流し目を使いながらそこにいるどなたかのように 澄ました顔で隠し食いなさるのとは違いますしっけえな私はこれでも処女ですよ思わせぶりなことを言って開いた方の手を北村の腰に回し北村さん言わしてばかりおかないでいっそ本気色になって気をもませようかと何か妙なしぐさをしてみせた一同はようようとかチェストとか盛んに生やしたてる 女学生風のエビ茶袴はああたまらない。たまらないと体を揉んで立ち上がると。見せつけられてばかりいてのぼせてしまうが。と宣告の狐のそばへ行って。少し散歩しましょうよお。村使おうってばね。と手を取って引き立てた。狐はされるが、ままに立ち上がって。風は金箔を揺るがして遠く声あり。 先導伊豆君ぞ大変今夜の城か。おい外へ行くとこわいことがあるぜ承知かと言いながら庭へ降り手を取り合ってこっちへやってくるので恐れ入って湖畔まで引き下がると狐の書生は女学生のやつ口から手を入れて肩を抱きもつれるように裏の林へ入っていった俺は 花の咲いている草むらにしゃがんで息を殺していた「考えれば考えるほどプラチナ所業だから踏み込んで叱りつけてやろうと思ったが雑敗どもに土器を見られるのは不見識だから一同が退散した後のことにしようと考え直しそれまで時間を浮島の高木という弁護士の家で潰すつもりで行くと高木は西の河原の知人のところへ合う,うちに行っているというのでやむを得ず の金八郎という料亭でまずい酒を飲みながら時を消していた11時近くになったのでゲスどもも退散したろうと庭先からいきなり母屋へ行くと退散どころか宣告にも増した大活況で大あらわになって雨の坊主のと騒いでいるこれではいつまで待ってもらちが明ると思って縁から座敷へ上がると一同の老哀ぶりは見るも哀れなくらいで 同転して腰も立たず雷にでも打たれたようにその場に承服してしまったおいおい召使いどもも奥から走り出してきたが俺が前触れもなく友も連れず突然やってきたのを自分らの失態の究明に来たのだと思ったらしく廊下に閉腹したまま顔も上げない見るところ座敷に寿恵もいないようだし俺にしてもいつまでもそんなところに懐で押して突っ立っているわけにもいかぬ 襖を開けて巣の居間のある方へ行こうとすると響が急に俺の羽織の裾を引き「御前様どちらへ?と」とバカなことを聞きながらはうようにしてにじり出してきた「奥様は見景しが悪いとおっしゃって先ほどお静まりになりました」とおうからうんと答えてまた行きかけると響は前へ回って 子供の当然母のように両手を広げて立ちふさがった何ですかその大変にお悪いそうで言うこともしどろもどろなのでさては奥に何かあるなと響を押しのけて奥へ突き進んだ後ろで響が「あれ?」と悲鳴を上げたどう間違ったってこんなやからの前ではしたない振る舞いをするはずはないのだが宣告からたまっていた鬱屈と噴板が 未熟な酒の酔いと一緒に一時に発しどうしても感情を静止することができない廊下を踏み立て巣の寝室へ行ってドアの握りに手をかけると内側から鍵がかかっていてガタガタとうろたえ回るのが手に取るように聞こえるそのうちに庭に向いたガラス窓を開ける音がするから猶予はならぬと廊下にあった貸し材の課題でドアの鏡板を打ち壊しにかかった 誰か後ろから抱きついて俺を引き離そうとする課題で頭を叩き割られなんだろうがそいつの幸せだった大荒れに荒れてドアを壊して部屋へ入ると6枚折りの屏風を引き回した内側に赤赤と大ランプを灯し布団の上にくくり枕が2つ枕元にはかんどっくりや小鉢まで置いてある相手は窓から逃げたのだと見えて 窓際の畳の上に白足と腰丈のタバコ入れが落ちている足を上げて屏風を蹴倒すとその影に人形のように白くなった寿恵が諦めきったように座っている長寿晩の胸元がはだけて父の上の辺りまで透け丸い隆起にランプの光が斜めに差し掛けて見事な影を作っている 俺の心の中で引き起こった気持ちは「劣情といおうか嫉妬といおうか」「恍惚といおうか」とおうか「その三つが当分に入り混じったようなとでも言ったら当たるかもしれぬ」しかしそれも一瞬のことで「俺の胸元に野蛮な劇場が突っかけてき」「つかつかと寿恵のそばへ行くなり力任せに肩を蹴った」末は、 あっと叫んで青の毛に倒れ百すねもあらわな前っすを作ろうともせず死んだようになって目を閉じているそれからのちどんな騒動をやらかしたか何一つ覚えていない大勢して俺の腕と肩を支え無理やり座敷の方へ引きずっていったことだけがわずかに記憶に残っている気がついてみると俺は 人気のない座敷の真ん中に一人で泣かされ冷や汗を流して震えていた初耕に近い様子で湖水を渡る夜風のほか物音もなくしんちんと夜がふけている寿恵はどうなったろうと手を打ってみたが誰も出てこない召使いどものいる下屋へ行ってみると看護婦と歌費が一塊になり生きた空もないようにすくまっていた 僕はどうしたと尋ねたが、存じませぬというばかりで、拉致があかない。いずれにしても決着をつけぬわけにはいかぬのだから、屋敷中を探したが、どこにも見当たらない。もしか貴様のそばにでもいるのかと、子供部屋と言っている別当をのぞいたが、そこにもいない。やむを得ず、座敷へ戻って、腕をこまぬいて考えていたが、俺の胸にあったのは、ふんぬでもなく、気合いでもなく、 時の念でもなく、どうして対面を作ろうかというそのことであった。両外な主義で前後の様も取りとめないほどだが、見解不きの豪直のと世間から生やしたてられている俺にとって、この不都合は、薬剤以上のものであった。一座の中には、断れかしの湯気などもいたことだから、明日の夕刊あたりに、毒々しい雑報帳で盛んに書き立てることだろうが、俺の名が、 連れの筆の先にかかって散々に引きずり回され俺の名分に容赦なく墨を塗られるかと思うと考えただけでも腹が立って身の内が震えてくる未練の花ったらしのと俗帳牙を浴びながら引っ込んでいるわけにはいかぬから対抗上貫通の告訴を提訴することになるだろうがそれもあまり褒めた話でない囚人監視の後半艇ではい この男に家内を寝取られたに相違ございませぬなどと陳述したらそれこそ恥の上塗りである俺はニッチもサッチも行かぬところへ落ち込んでもがいていたがこういうまずい始末になったのはあの時手ぬるい扱いでやめてしまったからだと気づいた殺さぬまでも劇場に任せて切るなりつくなりしていたらそれで一応の名分が立ち 笑われっぱなしになるようなこともなくて済んでいたろうにとそれが残念でたまらぬやり損なったと思うと気持ちが高ぶってきてただ一つのことのほか何も考えられなくなったつまりは今からでも遅くない思い切ってやってしまえということなのであるお手打ちも時代めいていささかおこだが そうでもするほか、面目をたます方法がない。そんなことを考えているうちに自己的な才覚ばかりが発達してどうでもやるほかはないという方へ気持ちが傾いた正直なところを言えば本当の俺の気持ちはその時別な方へ働いていた貫通の現場を見た時はなるほど激発もしたろうが寿があんな唐地を働いたについては そううなるように押しったこの俺にも、罪の半分はあるる。ことを承知している俺は子供の時から失望することに慣れているし末の愛情などは最初から期待していなかったからやはりそうだったのかと思うだけで腹も立たず言わんや殺したいほどに憎む気にはなれぬああした元凶を俺一人だけが見他に誰も知らぬという絶対の安心があったら 不心得を悟すくらいのところで済ましていたろうこうして見ると俺という男はどれほど卑怯で残酷でかつ利己的な人間かということがわかる名文のため自己一身の対面を保つために憎んでも犬妻を殺そうという人間は一銭のためにもよく人を殺す 俺の場合ほど卑劣ではなかろうと思われる俺の真偽は劇場から覚め俺の真偽は劇場から覚めすでに霊里に帰っているのであるからこういう気持ちでは手にかけにくいが絶対絶命の羽目だから思い切ってやるほかはなかろうなどと考えている時庭先に人が来たような気配がした顔を上げてみると 箱根笹の茂った松の下闇に寿がしょんぼりと立っている「おい」と声をかけると寿は張り裂けるほど目を見開いて黙って俺の顔を見つめているそっとする前によくこんな目つきをする失神して倒れている奴は殺しにくかろうと思ったので倒れられぬ用心に寿こっちへ来い はよろめくように座敷へ上がってきて畳に両手をついて頭を下げた「よく戻ってきた戻るには戻るだけの覚悟をしてきたのだろうな」と言うと寿恵は貴様の寝ている子ども部屋の方へちらと目を走らせたから顔を伏せてわずかにうなずいた。 浮ヶ島の高木の家に着く頃しらじらと夜が明けかけ梅雨で膝まで濡れ上がってその辺りがしびれるようだった玄関の呼び鈴を押したが誰も起きてこない庭から縁側へ回って下駄で力任せに雨戸をたたくと「誰だ!と」と感触を起こしたような声がし雨戸を開けて高木が顔を出したが「俺の格好がすごかったのか」 と言って、部屋座敷へ上がってあぐらをかくと高木は顔を引きつらせてかしこまりしきりに上目遣いをしている俺はいきなりに「杖がフラチを働いたから手打ちにした」と言った高木は「ええー」と息を引いて顎のあたりを震わせていたがやがて目を丸くして フラッチと言ってどのようなとたわけなくちを聞いた3つの現場を押さえたから殺してやった相手はそんなことを俺が知るものかこれから東京検事局へ辞訴して出るから俺の弁護をして無罪にしろ高木は膝に手を置いてうつむいて考えていたが。 しばらくするといかにもわくそうな顔でさあ私にはできそうもありませんと答えた高木は旧藩士のせがれで米国の皮膚大学で上司の免状を取りまだ若干だが出来がよく朝廷で奉還と唯円を争っても引けを取るような男ではないが隠順する性質で大切な時に尻込みしてしくじってばかりいる かねが遺憾に思っていたもんだから尺に触って何を風ーしな貴様にできぬことがあるものかと決めつけると高木は両手で頭を抱え込んでいや私などにはこれはよっぽどの難件です生産がありませるだからそれを相談しようというのだそれとも 引き受けられぬ事情でもあるのか高木は顔を上げてなあにそんなことがありますものかと腕を組んで思案していたがよろしゅうございます及ばぬまでも奮発してみましょう事実とすれば驚きいったことであのようなご健康を受けられた夫人としては実にイングレートななされ方ですから その点に力を注いでリターニングすればさようさ寿の方はどう罵っても差し支えない材料が足りなければ口合いをして事実を捏造しても構わんしかしそれだけで無罪になりそうかいやーそれだけでは難しいございます何か違法性の阻却された事実でもなくては結構だな そういう都合にしてもらおうかとおっしゃられてもそう手軽にはいきませんそれはともかく経経験を伺っておきましょうどういう具合にして殺害なさったのですか首を絞めて殺した蘇生なさるようなことはございますまいか自をなさったあとでよみがえったりしたらとんだもの笑いになりますから 襟をつかんで締め上げ締め上げしていくうちに耳と目から血が流れてきた万が一にもよみがえるはずはないなぜ刀かピストルを用いられんかったのですか手元になかったからだ逆上をなすってそんなものを持ち出す暇がおありにならなかったのですねそれはよろしいおいおい俺は逆上などはせぬよ 落ち着いていた持ち出したくとも別荘には刀もピストルもないのだどうでもよろしゅうございますで死体はどうなすったのでボートに乗せて重石をつけて湖へ投げ込んでやったどうしてそんなことをなさったのですなぜ現場へ放っておかれんかったのですかシに触ってたまらぬから 湖水へ投げ込んでくれたのだ場所はどの辺で仏ヶ崎の沖だあの辺は芦ノ湖でも一番深い箇所で聖火の甲でも50キロはありますがあなたはそれをご承知の上でそこへ捨てなさったのですかさようだそれでは不都合か具合が悪いかああ それでは感動犯としての条件が怪しくなってきます承知でそういうことをなさったというのはいけません屋敷に置くには汚らわしいから湖畔まで引きずり出して夢中で押し落としたとでもいたしましょうかそうでもいたしませんと俺は畳の上に足を投げ出してボートで運んで捨てたって大した不都合はなかろう貴様は責任阻却と言ったが そんなら俺は無罪よ。これでも俺は強人なんだぜ。外国から帰るとき、インド洋の真ん中で確かに一度は発狂してるんだ。俺は強人だから、何をやったって責任は持たんよ。一切夢中でやったのだ。辻褄が合わんけりゃ、一層結構じゃないか。と言うと。 うつむいて苦笑していた6月12日家族局へ陰居届を出しその足で東京検事局へ辞訴した即日梶橋監獄の未欠陥に繋がれることになったが第1回後半で高木が精神鑑定の請求をした結果残血治癒と鑑定され11月1日第2回の後半定で 責任無能者のゆえをもって無罪放免の宣告を受け同3日出国した出てみると果たして評判がいいこの事件に対する世間の評判は久しい以前から妻の不義因行を知りつつ隠認していたため一度治癒した精神病が再発し衝動的に殺人を行ったもので 夫をして再度発狂させ殺人罪を犯しむるに至ったのは全て妻の責任だということに一致していた同族の誰かでは皆俺の同乗者で中には手紙で祝辞を述べてくるものもあるという次第だから俺としても愉快ならざるを得ないその月の5日同族関係者150名を柳橋の大中村に招いて盛大な出国祝いをやったが これがまた非常な評判になった。ななにっその方は英福だったが監獄はやはり監獄だけのことがあるので獄中でいささか健康を損じた心身が屈託してしようがないそれでしばらく静養するつもりで箱根の別荘へ行った予告しておいたので洗剤の植木なども手入れが届き床の間に花を飾ったりして気を使っているが あの日の思い出は払いのけることができない寿がしょんぼり立っていた箱根笹の上に霜が降り風が吹くたびにさやさや鳴る寿の部屋へ行ってみると机の上の政治の花瓶に柑菊が23本挿してある日ごとに取り替えるのだろう水もまだ新しい嫌でも思い出させるものがあって愉快でない 朝ごとに霜が強くなり、新山の頂がうっすらと白くなったと思うと、万山の風陽が開くし、一夜のうちに両両たる散骨が露呈してしまった。俺は風邪気味で、カイロを背負って、偶然と庭を眺めていると、遠くから大勢の声が近づいてきて、玄関の方で何か口々に呼び合っている。何が起こったのかと思っていると、 腎臓という下僕が走り込んできて靴脱ぎ石に両手をついた俺は縁へ出て「何を騒いでるんだ静かにしろと言え」と叱りつけると腎臓は息を切らしながら「今朝梅屋の重吉がからの川口へうなぎの胴を上げに行ったれば足の根っこに仏様が捕まっておりますゆえ こわごはごは見分いたしましたところそれが奥方様のご以外だったってんでございまして何ともはやおいたわしいお姿でそれで皆でお運び申し上げただいま控えの前誰に断って死骸なんぞを持ち込むあまり勝手なまねをするなでは父へ放り投げておけとでも仰せられるのですか 犬が怒ったような目つきで俺を見上げた。控えろ湖水に身投げをするやつは年に1人や2人ではあるまい。もう半年もたっておるのに、どうして奥だという反対がつくのだ。あそこに行って、皆にうろたえるなと言え。お言葉を返して失礼ではございまするが、誰が見ても紛れのないことで。と言って動かぬ。 心中に引き起こされた感情を何と名付けていいか分からぬ真実のところ俺は寿恵を殺してはいないあの時俺の決心は少しも鈍っていなかった俺は寿恵の教場に馬乗りになり少しずつ力を増しながら首を絞め上げていったなぜ殺せなかったといえば首を絞めたこと 俺の手が寿恵の肉体に触ったことがいけなかったのだつたなかった寿恵は足の指をカニのように折り曲げ薄めの中に瞳を寄せ俺にしっかりと抱きつきながら口を開いて「ああとあえぎだした顔には湯上がりのような血の色がさし髪の生え際が なまめかしくしっとりと汗ばんでいる俺は力を入れながら「どうだ苦しいか何今すぐだ我慢しろ」と言うと寿恵は俺の方に顔を差し伸べ首を振ってにっこりした小さな赤い唇は俺に接吻を求めているように震えている 俺は身の内に名じしがたい劣情を感じ慌てて寿の肉体から飛び抜いたそれをあえてするだけの正直さがあったら俺の半生はこれほどまでに不幸ではなかったろう俺の心はしらけ生ぬるくなり人を殺すには最も不適当な状態になってしまった俺は懐で押しながら苦い顔をしていたが 命だけは助けてやるが生きていると思ってはならぬ貴様は今日限り死んだのだ三島の連月庵へ行って海になって一生暮らしていろ名を名乗ることもそこから出ることもならぬと申し渡し杖を引き立てて庭から湖畔へで、ボートへ乗せて深良川の方へこぎ出した小尻峠を越えさせ ふから村から三島へ落としてやるつもりだったのである磨き出したような十日月がけんけんと古城にてり風は露敵を吹いて長葉を揺らめかす四方劇として聞こえるものはオールの音のみ寿は亭主に座り首を垂れてひと言も言わぬ俺も言わぬ言うことがありすぎて かえって何も言われぬような心持ちであった40分ばかり着くとふからの川口に着いた俺は手を貸して寿恵をボートから下ろし財布のまま金を懐へ押し入れてやった寿恵はお辞儀をするとかいがいしく裾をはしょって笹原の中に細かくついている小道へ入っていったボートをこぎ返しながら振り返ってみると寿恵は 小高いところに立ってこっちを見ていた玄関脇の控えの前へ行ってみると白布で覆ったなきがらを問いたにのせその周りに火曜どもと村の者がかしこまっていたが俺の顔を見ると駐在所の巡査がうやうやしい手つきで白布をまくり上げた死体はクジラの脂身か アルルコール漬けの胎児の標本化というような白けたさえぬ色をしわずかに耳の上に残った五六本の髪の毛が目玉の抜けた眼下に入り込み耳の穴から青々と水もが燃え出している脇腹の肉がなくなって肋骨の奥に魚の白子のような臓布が透けて見え胴中に巻きつけた縄の端が尻尾のように尻の下からはみ出していた 誰か知らせてやったのだと見え高木が真っ青な顔をして駆けつけてきたが一目見るなり「うー」と奇妙な声を出し泣かんばかりの様子で「ああ実にどうもお気の毒なことをした」と言って合唱したバカバカしくいまいましく手も足も出ないような心持ちでジリジリしていると巡査は 無愛想な俺の顔を見て、悲嘆に暮れているとでも勘違いしたのか、くどくどと弔辞を述べてから、何しろ水に浸かっておりましたことで、大分とご総合が変わっておりまするが、しかし、何と申しましても、これはご内室のご以外であるべきはずなのでございまして、間もなく検視官も来臨いたしますが、 その前に何か特徴をご発見くださいまして閣下のご人願をいただきたいのですると高木は叱責するような口調で何よくだらん認める認めんもないじゃないか奥さんのご以外でなくて一体誰の死体だと言うんだと青くなってまくしたてた俺は高木を怒鳴りつけてやろうと思ったが怒鳴るべき言葉が見当たらない どこのこじきの果てか知れぬこんな見苦しい死骸を背負い込むくらいならいっそ事実を公表した方がマシなので茶番じみた召集を目尻にかけ「おい俺は寿恵を殺しはせぬよ寿恵は三島のだ寺にいるんだ」と言ってのけたらさぞせいせいするだろうと考えていたなるほどそれは痛快であろうとも それを言ってのけると生やさしいことでは済まなくなる不実の真実をして裁判を信仰決心せしめたとがで異憲罪に問われて監獄につながれねばならないこれこそは法における笑うべき異論の一つだが殺したと虚偽の真実して無罪になった俺が殺さぬと真実の真実をすればかえって有罪になるのだこの罪は秩序罪で 滞在といいうものではない2年くらいの懲役で済むからその方は大して不都合はないとしても事情を述べる段になると俺の卑劣臆病な政情軽薄んぷな拒食心がそこのそこまで表質摘決されありありと白日のもとにさらされねばならぬそればかりは何としても耐えられることではないからそれが嫌ならあくまでも殺人犯人になりすまし これこそは俺が手にかけた当人の死体だと証言しなければならぬ水死人の方はずは随分迷惑だったろうがこれは俺によって首を絞められ俺によって湖水へ投げ込まれた妻の死体だとついつい承認してしまった巡査をはじめ一同の者は非常に満足していた俺は奥へ戻って膨れっ面で座っていたが ふと心中に模した疑念のために胸を刺し貫かれるような思いがしたあの見苦しい肉塊は真実スエの死体ではないのか死体は深良川のそばで上がったということだったが俺のボートが見えなくなったからスエがそこへ身を投げたのではなかろうかというその疑念があるスエは従順な一面 非常に思い詰める正常だったからそれくらいのことはやりかねない俺は寿恵を殺してはいないのだから今までは死骸を見ても何の感情も引き起こさなかったが寿恵が逃身したかもしれぬということになれば話はまた別である俺は急に立って控えへ行き一目も構わず白布をまくってみた死体の肉親は著しく不乱し 二目と見られるるような状を呈しているが、元来品藝妖孔の寒冷な水の中にあったものだから所々に完全な形が残っている首から肩へかけたあたりの肉付きは生前華奢な美しい体だったことを示している胸とてもその通りでさぞむっちりした豊かな胸だったのであろうその面影も十分に残っている 見れば見るほど寿恵の体に似ているようでそのうちに気もそぞろになってきた寿恵の下顎の門糸と剣糸の間に小さな虫食い穴があったのを思い出し恐る恐る顔をさしかけてのぞき込んでみるとそこには見慣れた穴があった俺は思わず尻餅をついた「これがあれほどまで美しかった寿恵の体なのか」 黒曜石のようなさかしい目のあった箇所には眼科が暗い穴を開け桜貝のような愛らしい耳がついていたところからもぐさが青い目を出している俺を抱き俺に枕を貸したあのなよやかな腕は今はことごとく肉崩れ落ち水にさらされた一本の白い腕骨にすぎぬこの世で出会おうとも思わなかった無惨無情を目の当たりに見て 俺はさながら胸を引き裂かれる思いだった自ら手こそ下さなかったが行く末長く咲くべかりし青春の花を己一個の体裁を作ろうために無残にも摘み取って地獄の口へ追いやってしまった自ら手を下した死体の前に座っていてもこれほどの残機の念は感じられまい。 地獄の口が一旦飲み込んだものを吐き出しこのようにも悲惨なありさ様にしてわざわざ俺の前に持ち運んだのはそれによってのっぴきならぬ証拠を眼前に突きつけ告白卑劣な罪行をいちいち思い当たらせようとしているのに違いないしてみればこのムの上に残された傷も汚点も不乱も皆俺の臆病卑劣 食、自己心によってなされた罪の紋章であらねばならぬ間もなく検視官と豚書の医師がやってきて型のような検視を行ったそれが終わって寿の体を棺に収めようとするとき一塊の肉がすねから剥離してポロリと戸板の上に落ちた俺は袖で顔を覆って泣いた 末が生きていると思っていた間はさしたる感情もなかったがもうこの世に犬、ぬこの世で会うことができぬと思うと後悔とも愛恋とも名状のつかぬ思いが有用して止めることができる俺はこの湖畔で初めて末に会いこの湖畔で末に別れることになった最初の日末がボートの中で語った話や身振り 結婚してからのさまざまなあどけない遊戯忘れていた細かいことが記憶によみがえってきてことごとに涙を絞らせるひつぎは昼間に安置した寿恵がオルガンを弾いて一人で遊んでいたその部屋であるひつぎの前には寿恵が好んでいた秋バラの花と博多人形を供えた思えば 愛らしくもまた純真な妻であった寿がどれほど優しく真実で愛情が深かったか死なれてみるとそれがよくわかりそれだけに諦められぬ今にして思えば寿こそはこの世で真実に俺を愛してくれたたった一人の女だった俺とても心から末を愛していたのだが 未熟な清浄が兵質を阻んでいたのにすぎない今ならばと言ったって寿恵はもう死んでしまった己のバカが分かった時には寿恵はもうこの世におらぬのであるひつぎの前に座って滅々とたなびく線香の煙を見ているといかにも根性の別れというような気がして悲しくていたたまれぬ 人のいないところへ行って思うさま泣いてやろうと思い庭の続きから裏の林へ入っていった小道の両側には杉奈良檜などが茂りに茂って日の目を覆い隠すばかりキツツキの声が樹木にこだまし心山にでもいるような気持ちがする暮れ近い 暗い小道の落ち葉を踏みながら悠ゆ々うゆうと歩いているうちに急に涙が胸元につっかけてきた杉の幹に額を当てて泣いているとその辺りで枝の折れるような音がした末が両袖を胸の上で引き合わせ顔を白ませて夕闇の中にぼーっと立っている俺は 悲しみのために頭が狂いまた毛角にとっつかれるようになったのかと思い影のようなものをぼんやりと眺めていた寿恵は小紫のおこそずきんをかぶり同じ色の吾妻コートを着てやはり俺の方を見つめているしかし生きた人間でない証拠に顔の輪郭が薄れたりもろうとなったりする何であろうと 懐かしくてたまらぬから「寿恵」と声をかけると寿恵は子供のようにしゃくり上げながら飛び込んできて息の詰まるほど俺の首を抱きしめておいおい泣いた寿恵が死んだのではなかったと思うなり寿恵の生きているところを誰かに見られたらそれこそ事ことだとうろたえ出したこの辺りはまだ林の入り口で 道がよく枯れ枝を拾いに来る場所だから俺は寿恵の背をなでながら「大きな声を出すな人が来てはならんから」と言うと寿恵は急に泣きやんで涙にぬれた大きな目でじっと俺の顔を見つめ「あなたを殺して私も死ぬつもりで来たんですからもう名分なんてどうだっていいんです」ねえ どうか、一緒に死んでちょうだいと言いつつ帯の間からさやのまま担当を抜き出してみせた世に能弁ベン利口人に取り入ることの巧妙なものがあってそれが千万円を費やそうとも寿えのひと言ほどには俺の心霊を浸透させえなかったろう俺は すえに愛されていたことをこの時立然とコンプレヘンドした俺の筆をもってしてはこの時の感情は描き出すことができぬ仮にバイロン・ギョエテのごとき名筆を持っておったとしても同様に不可能だったろうと思われる俺は嬉しさのあまり泣いていた寿恵がハンカチで たびたび俺の涙を拭ってくれていたようだった俺は子供が大切なおもちゃでも握っているようにむやみに力を入れて寿を抱きしめながら「よく戻ってきておくれだった俺は貴様に会いたくて今もそこで泣いていたんだぞ」と拉致もなく同じことを繰り返していたそうだ寿が笑いながら 今でもその真似をしてみせる。2人はもつれ合うようにして林の奥の小屋に行きそこで航行した木立を柱に取って板屋根をさしかけた掘立小屋で入り口が土間になり四五畳の古畳を敷いたところにいろりが切ってある山盤が雨にあった時の避難所だったが今は立ち寄るものもない2人は抱き合いながら 口をかずにしゃべり合った。恵はどんなに俺を愛していたか俺に嫌われていると思ってどれほど寂しい日を送っていたかその寂しい日がどれほど苦しかったかだからあなたの代わりにあの人に来てもらったんですあの人に言いました私は奥平だ,だと思ってあなたと何するんだから あなたもそのつもりになってできるだけ上手にまねをしてくださいってうまくあなたになってくれたときだけ何したのでしたいけなかった私はやっぱりミサオを怪我しましたのと邪気なく俺の顔を見上げ私はそうは思いませんなぜって私はあなたとばかりずっと一緒にいたんですもの それで、貴様の相手は誰だったのだ。末は、ふんと鼻を鳴らして、これだけは殺されても言うまいと思ってたんですけど、今なら申します。実は、高木だったんです。やはりさようだったのか。知っているしたの死骸が湖から上がったとき、真っ青になって飛んできて、 合唱したり念仏を唱えたり平素にない振る舞いをするからははーと気がついたあれ以来高木は別荘版も女中も追い出してしまって広い別荘にたった一人で撤居しているそうだが大方一人でキヤキヤしているのだろうあいつは気の弱いやつだからそんなことばかりしているといずれ首でもくくってしまう 高木は血便が出るほど勉強して俺を無罪にしたんだからそれくらいの罪はとっくに消滅している俺はもう何も怒こっておらぬよ貴様に対しても高木に対しても俺はありったけの下着を脱いで寿恵に着せかけ大急ぎで別荘に駆け戻った寿恵のよぎ代わりにする厚手の街灯を2枚とカイロを抱えて出ようとすると 座敷の隅に通夜の客に配る折り詰め弁当が積んであったからついでに3つほど盗み出して小屋へ戻った2度目には守備よく座布団と茶の入った土瓶を盗み出したが途中懐で熱い茶がこぼれ出してやけどをした度胸の始まる頃にはまた別荘に帰ったが心が弾んでいるもんだから焼工の途中で吹き出しそうになって閉口した翌日 高木と2人で東京へ行って無事に埋葬を済ませたどこの誰とも分からぬものの葬式に初めからしまいまで泣き通しだったどうしてそんなに泣くのかと尋ねたらこのごろ窮鬱病でわけもなく泣きたいのだから放っておいてくれと言った小屋の中に少しずつ品物が増えたかけ茶碗にたくあんを盛るようなことはあっても さまで日常に事欠かぬようになった俺は妻を殺して愛人を得たとでもいうところだがここに至っては二人の間にもうどんな嘘も見えもない俺が約束の時間どおりに訪ねていくと寿恵は小屋から飛び出してきて俺に抱きつきながら「よく来てくだすったわねうれしいこと」と 待ちかねていた愛人のように斬新な上位を込めてささやくそれが俺には無性に嬉しかった町で仕入れてきた貧しい食べ物を誇りの立つ古畳の上に並べそれを2人で食べると街灯をかぶって1時間ほど眠るある日俺は末に行った俺は。 この生活が楽しくてたまらぬから死ぬまで続けたいと思うのだがここにいてお前が生きているところを見られると監獄や何かにわらわしいことが起こるからいっそ家も財産もなげうって日本のどこかの隅っこで自由気楽に暮らしたいと思うのだが。というと寿恵は手を打ってすぐにサインを表した俺は寿恵の手を取って。 しかし金などを持ち出すと発覚するからほんの気のみ気のままで飛び出すのだよ死ぬまでこんな貧乏な暮らしをしなければならぬのだそれでよいか寿は「いいわねえそうしましょう」と立ち上がって誘約弁務しすぐにでも出て行きたいふうだった次の朝いつもの時間に小屋へ行くと 杖が駆け出してきて「昨夜林の入り口で高木に会いました」と言った俺は思わず眉をしかめて「それはまずいことをした」「そして話でもしたのか」いいえ私を見ると目玉をこんなにむき出して後ずさりしてはうように逃げていきました幽霊だと思ったんでしょうから大丈夫よ何しろ 私が墓の下へ入るところまで見届けた人なんだからいや何とも言えるしかし高木なら口止めする自信があるちょっと行ってくる2時間ほどの後小屋へ戻って末に行ったおい高木が首をつっていたよ天井の梁にぶら下がっていた寿は 黙って俺の顔を見返した高木の口を塞ぐために俺が言って絞め殺したと思っているわけでもあるまいが何か消せないような顔をしているしかし別に何も言わなかった俺は畳の上へ上がるとすえの手をもてあそびながら高木が死んだのを見たら考えが変わった失踪なぞと生ぬるいことをせずに 俺が死んだだ。こととにしてしてまおうと思う思のだつまり高木に失踪してもらって俺の方は自殺したことにする高木の死体を林の奥の方へぶら下げておいて俺の身代わりにするのだそうすればきれいさっぱりこの世の縁が切れるというものだからな夜の11時頃ボートを小ぎねして高木の家の裏手につけ 高木の死体を積み込んで帰った寿恵が士で待っていて2人で運んだ寿恵は足を持ち俺は頭の方を持って林の奥の方へ入っていった死体は腹の立つほど重く手がかりが悪い月はあるが木の葉が厚く茂っているので下草までは届かぬいばらや山葡萄うの鶴が 組み合い絡み合う暗い林の中で不器用な品物を運ぶのは楽でない俺が転ぶと寿恵も転ぶ気の毒にも高木はいくつかすり傷をこしらえたかしれないそれでももう少しもう少しとできるだけ奥へ行ったそんなふうにして1時間以上も歩いた 行く手は奈良の密成林でそれ以上は先に進まれるのでこの辺でよかろうと縄でわさをこしらえて高木の首をはめ込みその端を持ってけやきの木へよじ登った手ごろな枝に縄をつかんで引っ張ると寿は高木の足を持ち低い声でよいしょよいしょと掛け声をしながら押し上げた下から見上げると高木は ににわかに白髪の生えたこめかみを銀色に光らせ観念したようなどこか司祭らしい顔をしてぶら下がっている骨折りが激しかったので何か立派な芸術品でも仕上げたような満足を感じ俺は懐で押しながらいっときぼんやりと眺めておった